さんこんにちは。今日は、自作ゲーム魔女コメイドツンデレモエモエにしようか、萌えコメイドツンデレモエモエにしようか迷ってるんですけどのゲームを紹介したいと思います。自作ゲームです。全部自分でキリキリで作りました。いや、日暮らしと思うと、あとウィザードリー、ウィザードリーかよ、あんなマゾゲーやりたくねえぜと、魔女コメイド積んで、で、これタイトルです。萌えコメイド積んで、これ何のソフトでタイトル作ったか忘れちゃったんですけど、タイトルのメーカー、ロゴメーカーかな、ロゴメーカーを知ってる方は教えてほしいんですけどね。じゃあゲームでプログラムであれですよ、やったのがこれが、例えばキキーと入れると3文字までしてくださいと、そんなところがスクリプトで、スクリプトっていうのはゲームのプログラムなんですけど、スクリプトでこうなんて言いますかね、苦心したところですね。長3文字までしてください。これです。岡本幸夫さんっていうのは有名な SF 翻訳家なわけでして、まあ、ハイヤードガールってつくぐらいだからあれですよね。うちのサークルはSF ファンが多いですね。すいません、間違えて、タワモは先生読んでるから神の旅をと見ながら眠っていた。消費税は 20% になるとか、定額給付金がどうとか、朝のニュースを思い出していた。眠いな、ここぽよきの秋の頃である。将軍先生の声が聞こえた。起きする。タワモは目を覚ました。それでは北斗ちゃんが砂遊びをしている。眠い目を伏せながら僕ちゃんはぼーっと見ている。何やら話し声がする。ねえ、私のうちはパソコンは出るだよ。出る、漫画で読んだけど出るって。どもっぱーとエラちゃんとハルちゃん二人はおもむろとしながら話している。出る、どんぶん。タワモは聞いた。出るはね、アメリカのお菓子の作ったパソコンだよ。どんぶんはね、 MS-06R、ジオン航空が作ったモビルスーツで黒い三連星乗ってるの。ジェットスクリームアタックっていう第一次世界大戦のバルーン公爵が、そこに赤い髪女の子が現れる。このオタクオタク、赤い髪女の子は目黒ちゃん、いじめっ子である。ちょっと待って、間違えました。痛い痛い、ポカポカ流れるハルちゃん。そこに、あ、お兄ちゃん、タワモのお兄ちゃんである金津クロスやってきた。あ、カネクロス先輩、ニコニコ顔になるメグロちゃん。ピエーンと泣き出すハルちゃん。まったくメグロちゃんがいじめはいけないってサイネサイレンス隊長が言ってたよ。というカネスクロス。だって、その時ハルちゃんを吹き出してしまった。タワモはそれを追いかけた。ハルちゃん、なんとかするの。いじめっ子はメグロちゃん、なんとか。事件を開始のベルが鳴った。夕方になった。開演のベルが鳴った。先生さようなら、皆さんさようなら。将軍先生が授業の挨拶をした。幼稚園のバスがやってくる。タワモとハルちゃんたまたま同じ席に座っていった。ねえタワモちゃんとハルちゃんが言う。私のうちに来て。最後はハルちゃんのうちは、まあ萌えなんですよね。まあ、岡田敏夫さんのオタクは既に死んでるを読んで、萌えはロリコンだということで、ロリなゲームを作ろうと思って、まあエロゲーじゃないんですけどね。幸いうちの近所なのでタワモが片付いてしまった。お邪魔します、ようこそ。そこにはエアちゃんが回っていた。いい、もう一度から覚えてね。ハルちゃんのおばあさんは占い師と町内師や魔法について詳しいという話を聞いた。おばあちゃん教えてもらったとこう唱えるんだよ。エロイメッサイム、エロイメッサイム、我は求めを歌えたりと。エアちゃん、何それ、え、常識でしょ。もう一度、エコエコアザラク、エコエコアザラク。トヤちゃん、もう呪文が違うわよ。それは昔見た人の花園という映画のワンシーンだった。3人の5歳の子供が本に手を置いた。これが中戸将軍
使い大変だよ。じゃあ地元のあるね、偽りの声、誠の声、その人を見分ける目的は、帽子に貝が手には杖、足に履いた巡礼の靴。これはシェイクスピアのマクベスから撮ってます。まあどうでもいいですけどね。そう地元のあると、エアちゃんとハルちゃんが光り輝いた。うわぁ、本が光る。ホタルの光が現れた。なんだろう、話しかけそのまま試食。じゃあそのまま試食。なんだろう、不思議だね。まあ、フラグですね。フラグを作りました。これをフラグをオンにしておくと違うエンディングが見れます。今回はノーマルエンディングで、幼稚園とバスを3人のハルちゃんと乗ったもも、バスが到着する。おはようございます。おはようございます。ひよこ組に入ると卵の周りになって、火から突然砂場で遊んでいた北斗の体にまとわりついた。うわぁ、光るともに北斗ちゃんの体は宙に浮いた。北斗ちゃん、北斗ちゃんはこう言った。わらわら、アマテラス大神だ。第2章、エアちゃんはどうしようか考えていた。願い事は何でもいいんだよね。何でもよいぞ、特徴が言った。ベトダーがお菓子の家が欲しい。これは VG のあの、なんだっけ、クスノキなんとかちゃんの、あれを、パロディですね。いじめっ子めぐちゃんなんとかしてほしい。もちろん世界征服。世界征服って昔、竹本泉っつう漫画がいて、まあ今でも見ますけど、その人の漫画の中で、世界征服をする女の子っていう、あれ、漫画がありましてね、それのパロディなんですね。いじめっ子めぐちゃんなんとかしてほしい。いじめっ子めぐちゃんなんとかして、そうエアちゃんと思うんだ。よろしい。しかし、人の心を変わるのはダメなので、私は行ってこよう。廊下で教室へ。行け !10 万ボルトだ。めぐちゃんは発動したが、んー、エアちゃん何しに来たの。ふふふ、今までいじめられてきたで。今日の休養はおしまいよ。アマテラスお女神様。そういうと、北斗ちゃん、めぐろちゃん向かう。暗い日に演舞、キャーとめぐろちゃん。しかし、なんだと私の力を引かない。アマテラスお女神とは言ったけどね。古いけど私は、荒川区スタノ時代、ブスナを使ったブスナガメはスタノよ。実はこれ、作者もそうなんですよ。あの、荒川生まれで、東京都荒川区生まれで、荒川区なんですよ。そのことどうでもいいんですけどね。江戸っ子で荒川っ子でふざけやがらって感じですよ。まあ何でもしてね。アマタスの御神が戦った私の下の死後が、下の御神が死後キャラよ。私の方が一番渡ってよね。それとメグロちゃんパンチをくれす。あははは、草の古ぼっこしたよ。ちゃん、と言うと突然空に飛んでいってしまった。ふう、やれやれ。カトロスメグロちゃん、どうやってアマタスの御神が髪を落ちたか知らないけど。足が負けるわけないじゃん、とにかく。突然空が暗くなっていく。このスクリプトも大変でした。これこうやって3回トランシングすんの、トランジェントかトランジェントすんの、夜になっちゃったよ。太陽の神はアマテラス彼女をサンオランブン見かねてアマトに渡り始まったと、ハルちゃんのおばあさんはテレビでそう説明した。どうしよう、どこに消えちゃったのか。そう、エアちゃんとタマモのキャラクターは強いんですけど、ハルちゃんがいまいちなんですよ。だからデコ入れして、ハルちゃんはエスパーの少女ってことしました。どこに消えちゃったのか、あっという間に夜になっていく。はるちゃんもやちゃんも泣き出してしまった。どうしよう。タンワシ泣き出そうとしたとき。あ、めぐろちゃん。お母さん、お母さん。めぐろちゃん。はるちゃんのおばあちゃん、シンクロじゃな。めぐろちゃんの娘がアラブルグの下の、下のお母さん死んでしまったんじゃ。その後泣いてる泣きわめいて、高間ヶ原、神様を住む場所。乱暴働いたよって、いざなぎを求めて、下の死後の世界に行く。目黒さん、死んじゃうの。いや、読み、霊界から帰ってから乱暴働く。この後は目黒ちゃんの暴走が始まる。おばあちゃん、なんとかできないの。近くにぬすっと神社と神社あるはずじゃ。そこの監視をやる、年老いた神社だと監視。それ助かるの。今、神社を送る。通が届く。これぬすっと神社までの道のりね。やあちゃん、はるちゃん、泣いてる場合じゃないよ。さっさと神社行こう。ヌスット神社、出雲系の神社で大野内を持つ神社である。簡素で古い建物がなんか怖い。神主様、神主様。玉を声を張り上げた。